みんな急に呼び出しちゃってごめんね。集まってくれてありがとう。実はね、ちかちゃんとも話したんだけど、私たちやっぱりスクールアイドルフェスティバルのことどうしても諦めきれないんだ。うん、本当ならミューズとアクア、虹ヶ崎のみんなとメインステージで共演できたんだよなって考えてたら、やっぱりどうしても実現させなきゃって思って。急に集まろうなんて言い出したから何かと思えば、言われるまでもなく私も同じ気持ちよ。そうですわね、私もです。やっぱりみんな同じ気持ちだと思ったよ。ってことでスクールアイドルフェスティバルが開催されるよう実行委員のお手伝いをしようよ。ちょっと、何よそのポカーンとした顔。あ、違うんです。その、きっと驚いて言葉が出ないだけだと思います。だって、私たちも同じことを思っていたから。同じこと？君らしいね。うわぁ、すごい行動力だにゃ。当たり前だよ、うちの部長なんですから。それで実行委員の方々は何ておっしゃっていたのでしょう。そっか、そんな事情があったのね。会場問題に加えて委員会が解散、立ち上げ当初の運営役員たちが抜けてしまったね。ヘビーなことが重なってるのね。今までと同じ規模や考えじゃなければ意味がないってのも確かにそうやね。でもそうだとしても、私たちみんな、スクールアイドルのことが大好きな人たちもみんな、スクールアイドルフェスティバルを諦めたくないって思ってるはずだよ。うん、その通りだよ。それに中止の原因がここまではっきり分かったんだから、それをクリアすれば開催できるってことだよ。望みはあるよ。あなたならそう言うと思ってたよ。なんだか気持ちが明るくなったよ。うん、わからないならみんなで考えたらいい答えが見つかるかもしれないね。何はともあれ、まずは会場を探さないとだね。でもどうやって探せばいいのかな。その抜けちゃった立ち上げメンバーの人たちに戻ってきてもらうようお願いできないのかな。なるほど、その人たちがまた集まれば見えてくるものがあるかもしれませんね。でもさ、その人たちがどんな人たちか私たち知らないじゃん。どうやってお願いするわけ。実行委員長さんにもう一度電話をかけて聞いてみるといいずら。うん、そうだね。あとは過去の情報を調べてみるとか。調べてみる。リナちゃんボード。うん。あった。ここ、見て。誰？見ても全然わからないんだけど。小さい字を見てたら眠くなってきた。そやちょっと何寝ようとしてんの。起きなさいよ。ほらここ、見覚えのある人がいるわよ。え、どの方でしょう。
このカオルコって人有名なのよ。スクールアイドルフェスティバルを一から自力で立ち上げたって言われてるの。ルビーも知ってます。この人自身はスクールアイドルとして活動してたわけじゃないけど、ルビーみたいにスクールアイドルが大好きでいろんなサポートをしてたって。あ、私も知ってる。結構有名な人だよね。なんだかちょっとあなたみたいだね。とにかく一度このカオルコさんって方に話を聞いてみましょうか。立ち上げに携わった方ならスクールアイドルフェスティバルにかける情熱もひとしおでしょうし、この状況を黙って見ていられるはずがありませんわ。でも今の実行委員の人たちが先に連絡は取ってるんじゃないですか。それでダメだったってことは。いえ、まだそうとは決まっていませんよ。そのあたりも含めてもう一度実行委員長さんに問い合わせをしてみたらいいのではないですか。うん、できることは片っ端からやってみよう。あの皆さん、申し訳ありません。そろそろ部活動の最終下校時間になってしまうので。あ、長い時間お世話になっちゃってごめんね。じゃあみんな帰ろっか。ちょっと待って、はなかちゃん。お休みの日にせっかくこうしてみんなで集まったんだし、これから遊びに行こうよ。天使が集う。あなたのお家に来たわ。もうしょうがないわね。みんなそれぞれに行きたいところに行けばいいんじゃないかしら。賛成。失礼します。すみません、生徒会長はいらっしゃいますでしょうか。そうなのですか。いつもそういう感じなのですか。生徒の先頭に立って導くべき立場の人が自分のことを優先するなんて。やっぱり私が変えるしかないんだわ。